皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。女優の石原さとみ主演のテレビ朝日系ドラマ、デスティニー火曜午後9時、最終話は4日、放送された。主人公、かな石原さとみは、牧亀梨和也に別れを告げて去ったが、途中で振り返り、牧の元へ戻る素振りを見せたところで放送が終了。最終話のこの展開に、X ・ 旧ツイッターでは、えー、あと10秒どうにかなったやろハッピーエンドなのかバッドエンドなのかどっちどっちなどのさまざまな感想が並んだデスティニー石田ひかり石原さとみとのツーショット姉妹に見える写真以下ネタバレを含みます牧野父浩一郎中村徹の自宅放火事件に絡み東忠を 元総理の秘書、秋葉・川島淳也が逮捕された。検察官の総石原は、父・英介・佐々木蔵之介を自殺に追い込んだ20年前の事件と、今回の放火事件の関連をつかむ。一方、牧・亀梨の手術は、奏の元婚約者で医師の岸士・安藤正信が執刀し、成功した。X では、最後、 ハグくらいまで見せて欲しかったよ奏、あと1話ぐらい欲しかったかなと惜しむ声のほか最終回良かった。スッキリ終わったね。最後は綺麗にまとめたな。驚きの展開で面白かったですね。といった声も寄せられている。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。